はじめまして。今回ベスト150に選ばれた岩本大樹です。得意なことはギターを弾くことです。よろしくお願いいたします。野口光です。15歳高校1年生、滋賀県に住んでいます。自分を試したくてジュノンボーイに挑戦しました。応援よろしくお願いします。皆さん、はじめまして。七里レオ、21歳です。特技は盾とサッカーです。趣味は料理です。僕は将来、演技を通して人の心を動かせる俳優になりたいと思っています。絶対にグランプリを取るので、最後まで応援よろしくお願いします。鳥越幸です。16歳の高校2年生です。大阪に住んでます。歌を歌うことが好きです。身長が185センチあるので、その身長を生かして、活躍したいです。皆さん、応援よろしくお願いします。島根県出身、中学3年生の福間雄生です。僕の趣味は植物を育てることで、最近新芽が出て可愛いなと思っています。僕はこのコンテストを頑張って様々な人になりきる俳優になりたいです。頑張るのでよろしくお願いします。こんにちは、松本優斗です。兵庫県神戸市出身の17歳、高校3年生です。趣味はエレキギターを弾くことと筋トレをすることです。これからはショールームの配信、ジュノン TV への投稿頑張っていきますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。こんにちは、稲垣海斗、15歳です。静岡県出身、愛知県在住の高校1年生です。小学校3年生から中学校まで剣道をやっていて、2段を持っています。特技はスケボーで、地方予選で技を披露することができました。グランプリを取って夢を与えられる人になりたいです。応援よろしくお願いします。藤本光大です。高校2年生で兵庫県に住んでいます。僕は11年間サッカーをしていて、高校でもプレーをしています。最近興味があることは心理学で勉強中です。僕はこのコンテストを通じて自分自身がどう変わっていくかとても楽しみです。どの道を進んでいくかまだ分かりませんが、今の気持ちを大切にグランプリを目指して頑張りたいと思います。皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。田丸俊介です。13歳の中学2年生です。大東市に住んでいます。ダンスが得意です。友達とよく公園でダンスの練習をしています。俳優やモデルやダンサーになっていろんなことを挑戦します。ファイナルに残れるように頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。こんにちは、西原雄生です。僕は14歳で中学3年生です。身長は184センチあります。バスケ部に入っていて、最近はバスケをすることがハマっています。小さい子から高齢者まで多くの人に好かれるようなモデルになりたいです。グランプリ目指しているので応援よろしくお願いします。石黒海斗、20歳です。趣味はゴルフです。最近は父とコースに回ったり、友達とゴルフ旅行に行ったりしています。最後まで諦めずに頑張りますので、応援よろしくお願いします。おはようございます。長塚瀬木之丞です。千の城と書いて雪の城と言います。誕生日はバレンタインデーの2月14日。13歳、中学2年生です。特技は空手、合気、乗馬、ダンスです。ファイナルの舞台では、僕自身音楽が大好きなので、ダンス、楽器、歌などを披露できたらなと思っています。よろしくお願いします。坂井田一郎です。大阪府出身、19歳の大学2年生です。特技は12年間行っていた野球です。また最近は、筋トレにも励んでおります。将来は誰かに影響の与えることのできる俳優さんになりたいと思っております。グランプリ目指して頑張るので、応援よろしくお願いいたします。吉田武明です。大阪府に住んでいる14歳の中学3年生です。僕の特技はギターを弾くことです。
僕はよく友達と休み時間にバスケットボールをして遊んでいます。僕は身長が180センチあるので、高身長なモデル、高身長な俳優として活躍したいです。絶対にグランプリを取りたいので、応援よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、イモジョーです。14歳、中学3年生です。小池徹平さんや、砂崎さんのような素晴らしい俳優になりたいと思っています。皆さん、応援よろしくお願いします。時間も余ったので、モノマネ一つやらせていただきます。コウメ太夫。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃん、アップルパイと思っていたら、チャックのここでした。チクショー。ありがとうございました。皆さん、こんにちは。広島県在住、大学4年21歳の山本光陽です。私は今年に入ってから俳優を目指したいと思うようになり、大学院進学をやめて芸能界を目指すことにしました。将来は親しみを持ってもらえ、面白いと思ってもらえる俳優を目指したいと思っています。サッカーを18年間続けているので、その運動神経とこのかなり低い声と、笑顔を武器にファイナリスト目指して頑張っていきますので、ぜひ皆さん、よかったら応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はじめまして、16歳の高校2年生、小野大和です。兵庫県で生まれて今は奈良県に住んでいます。僕は小さい頃から仮面ライダーが大好きで、ずっと憧れのヒーローです。そして僕も仮面ライダーになって、小さい子たちの憧れのヒーローになりたい、かっこいいヒーローになりたい、そういう思いでグランプリ目指して頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。以上、小野大和でした。こんにちは。岡山県出身、大久保桃井です。まずはじめに、ここまで応援をしていただいた方々、本当にありがとうございます。僕は将来、人に感動を与えれるような俳優を目指しております。そのため、ジュノンボーイを通じて役者への道を歩みたいと思い、志願させていただきました。そして次から本戦が始まります。必ずグランプリを取りますので、皆さん、応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。永石玲です。17歳の高校3年生です。兵庫県に住んでいます。特技はバスケットボールで、バスケットボール部に所属していて、キャプテンをしています。身長は175センチと平均的ですが、周りからは手足が長いと言われるので、それを生かしモデルとして活躍したいです。グランプリを取りたいので、応援よろしくお願いします。中川ロニオです。京都に住んでいます。17歳、高校3年生です。メキシコに住んでいたので、少しスペイン語を話せます。趣味はレザークラフトです。応援よろしくお願いします。黒木瀬奈です。15歳の高校1年生です。大阪府に住んでいます。僕はスポーツ全般が得意です。特に中学校ではバスケをしていました。身長が180センチ近くあるので、ジャンプ力には自信があります。絶対にグランプリを取るので、皆さん応援よろしくお願いします。藤井蓮です。15歳、中学3年生です。趣味は洋楽を聴くことで、特にヒップホップが好きです。特技は、サッカーで、小学校1年生の時から9年間やってます。ポジションはフォワードですが、たまにゴールキーパーもします。ジロンコンテストではファイナルまで残って、応援してくれた皆さんに、恩返しができるよう、絶対にグランプリを取りたいと思います。皆さん、こんな僕ですが、最後まで応援よろしくお願いします。藤代拓人です。高校2年生、愛知県に住んでいます。好きなことはダンス、逆立ち、あとゲームなどです。将来、僕を見ただけでみんながハッピーな気持ちになってくれるような、そんな人間になりたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは。フェントン・ライアンです。大学3年生の21歳です。滋賀県に住んでいます。私は小学校2年生からの13年間野球をずっと続けています。私の趣味は音楽を聴くことと筋トレをすることです。このジュノンボーイでグランプリを目指して、日本代表するような俳優さんを目指して頑張るので、応援よろしくお願いします。僕の名前は山下隼人です。
年齢は16歳の高校2年生です。身長は180センチで趣味はバスケをすることです。僕はどんな緊張した場面でも自分らしさを出せる度胸があります。それを活かして僕にしかできない演技で様々な役を演じれる俳優として活躍したいです。グランプリを目指して頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。キミカイです。15歳の高校1年生です。関西に住んでいます。得意なことはバスケットボールで、身長181センチあるのでそれを活かしていきたいです。ジュノンボーイではグランプリを取りたいので、応援のほどよろしくお願いします。小川ゆいまです。広島県出身、中学3年生、14歳です。僕の好きなことはバドミントンをすることです。部活動を頑張っています。二つ目に漫画を読むことが好きです。特にワンピースが好きです。絶対にグランプリ取るので応援よろしくお願いします。いつかあなたのジュノンボーイ、中山高田です。特技はピアノと最近始めたギター、黒帯初段の空手、あとロック、ポップ、ハウス、ジャズ、メリーなどいろいろなジャンルのダンスを頑張っています。男性のジャズやベリーダンスはとてもかっこいいので、ぜひ皆さんに決勝の舞台で見ていただきたいです。応援よろしくお願いいたします。いつかあなたのジュノンボーイ、中山貴人でした。皆さんこんにちは、石原大和です。12歳の中学1年生です。歌を歌うことやダンスをすることが好きです。最近は演技をしたいと思っています。最年少グランプリになりたいので、皆さん応援よろしくお願いします。19歳大学2年生の上西大和です。身長は180センチなので、俳優やモデルなどで頑張っていきたいと思っています。こんな僕ですが、グランプリを取れるように精一杯頑張るので、応援よろしくお願いします。